松江南駅に停車中の CRH2 ワイトコグイ。旅客専用線は中華人民共和国上海市と石膏省公州市間 158.8km を結ぶ旅客列車専用の高速鉄道である。国井高速鉄道と称されることもある。ここ旅客専用線の一部である。CRH380 アンペア型電車が導入され、竹広旅客専用線とともに、 世界一の営業最高速度である時速 350km で運転を行っていた。しかし、2011年7月23日に発生した、運州市鉄道衝突脱線事故の影響により、2011年8月28日より最高速度を時速 300km に減速して運転を行っている。上海公共駅と甲州東駅との間に、 松江南、金山北、嘉吉南、河口南、霧里、海根井西、あまり位の7駅が設けられている。甲州東駅の完成前は、甲州市側のターミナルは、暫定的に、甲州駅が使用され、甲州以南との間を直通する列車の一部は、甲州南駅に発着していた。国井高鉄機能、平木匠区井高今高緑草予白前、観光区井高 上海二時イタリ、公衆再開ただじ45分食い高。青作り即350クリーズクエ。ありがとうございます。